2022年シーズン、立浪新監督率いる中日ドラゴンズは、13勝13敗、勝率5割の4位という成績で4月を終えた。開幕前は新外国人などの目立った補強がなく、どうなることかと思われていたが、ここまではようやっとる。好調のキーマンの一人が阿部俊樹選手であろう。今季はオープン戦から好調で、高橋周平選手の怪我もあり、開幕からセカンドでスタメン出場。4月終了時点で打率に割り9分7厘、3本塁打16打点とクリーンナップの役割を十分に担っている。特に得点圏では4割2分1厘と無類の強さを誇っている。だが、ここに至るまでの阿部選手の野球人生は、決して順風満帆なものではなかった。今回は、阿部俊樹選手のこれまでの野球人生を紹介いたします。いつも、コメントや高評価をくださりありがとうございます。すべてに反応はできておりませんが、励みになっております。今後とも、当チャンネルをよろしくお願いいたします。岩手県一関市出身の阿部選手は、小学1年か2年の時にスポーツ少年団に入団し、野球を始めた。阿部選手は実家が稲作農家である。中学時代は軟式野球部に所属する傍ら、自宅では父がビニールハウス内に自作した練習場で高級でも練習していた。中学卒業後は地元の一関第一高校に進学。3年の春季大会で岩手県大会優勝、続く東北大会でも優勝し、夏の甲子園予選でも優勝候補に名前が挙がった。しかし、3年夏の岩手県大会2回戦で、当時1年生の菊池雄星投手を擁する花巻東に敗れ、甲子園出場とはならなかった。高校卒業後は、六大学でプレーすることに憧れ、明治大学へ。同期には、野村祐介投手や島内博明選手らがおり、阿部選手は、1年の春からベンチ入りを果たすと、3年の春には、サードのレギュラーを獲得。4年秋には、同大学15年ぶりのリーグ優勝に貢献した。大学4年時の就職活動の際、当初は東北の銀行への就職を考えていたが、東日本大震災の影響で採用枠が減らされるとのことで断念。その後社会人野球本田の練習に参加し、監督からフリーバッティングの力強さや遊撃手としての守備を認められ、内定を獲得。入社した本田技研工業では、野球部のある埼玉製作所狭山工場に配属され、車体に配線をはめ込む仕事に従事しながら、練習に打ち込んだ。しかし、入社から2年間はバッティング面で伸び悩み、打撃不振は評価の高かった守備面にも悪影響を与えた。そんな中、コーチの打撃指導により、3年目に一気に飛躍。2014年の都市対抗野球大会では、初戦の JR 西日本との試合で逆転サヨナラタイムリーを放つなど打撃好調で、特にこのサヨナラは本人の自信にもつながったという。これらの活躍でプロの目にも留まるようになり、中でも当時中日ドラゴンズの落合博満 GM から遠藤一世選手と共に都市対抗野球で注目した選手の一人に挙げられたことは、本人の奮起を促す人生の契機となった。2015年10月22日、中日ドラゴンズからドラフト5位指名を受け、晴れてプロの世界へ進んだ阿部選手は、同年に引退した和田和弘選手がつけていた背番号5を継承した。プロ1年目は25試合の出場に終わったが、当時絶対的な存在感を誇っていたジャイアンツのセットアッパー、マシソン投手からホームランを放つなどパンチ力をアピールした。その後2年間は思うような成績を残せなかったが、この間当時2軍の小笠原道博監督から下半身を意識した打撃指導を受け、広角に打ち分ける技術とパンチ力を身につけると、プロ4年目の2019年には開幕セカンドでスタメン出場。この年は自身初の規定打席に到達し、打率はリーグトップ10に入る2割9分1厘を記録した。この活躍で顔が売れてきたことに加え、見た目がバーのマスターのような風貌ということで、伊藤勤ヘッドコーチからマスターという愛称が付けられた。セカンドのレギュラーを掴んだ阿部選手は、2020年プロ入り後初となるシーズン2桁本塁打を記録。最終的にビシエド選手に次ぐチーム2の13本塁打および61打点を記録し、ポイントゲッターとして活躍した。
一方で両リーグ最多となる21併殺を記録するなど荒さもあった。2021年は打順が2番、5番、6番と転々とし、6月には打撃不振と上半身のコンディション不良により2軍落ち。この年は66試合の出場で打率に割9厘にとどまり、オフには900万円の減俸となった。2022年、立浪和義新監督のヒゲ、茶髪長髪禁止という方針から、トレードマークのヒゲを剃り新規一転。石川昂弥選手ら若い選手の台頭もある。阿部選手は外野守備にも意欲的に挑戦。オープン戦では打率3割1分、日本塁打とアピールし、開幕スタメンを獲得。前年の不振が嘘のように、本来の打撃を取り戻した阿部選手はチャンスの場面で滅法強く、4月終了時点で19打数8安打11打点、得点圏打率は4割2分1厘と、好調なチームの原動力となっている。シーズンはまだまだ序盤。今シーズンの阿部選手は、どのような成績を残すのか、非常に楽しみである。